その名も闇ダウコンビネーション。説明書、闇ダウコンピレーションとは、通称闇ダウ、無音で聞くはできるのかという純粋な疑問から始まった嘘みたいな本当の聞くである、まさに闇ナビ状態。ルール、作曲者とボーカルの2人1組で行う。作曲中は音を聞いてはならない。歌唱中は指定の音源とクリック以外を聞いてはならない。以上。歌唱時に何の情報もないとあまりにも混沌としそうだったので、ボーカルに救済措置を用意しました。クリック音は聞いてもいい、それプラス次のうちから3つだけ選んで聞いてもいいというものです。条件は、1指定の各音源をもらえる、ただし選び方は上から何番目という目隠し状態で選ぶ、2指定の MIDI をもらえる、選び方は1等の人目隠し状態で行う、3出だしの5秒だけ聞ける、4終わりの5秒だけ聞ける、5作曲者から曲のイメージを教えてもらえるの5つです。現場からは以上です。この部分でタイミングは合ってる自信がありますって言ったのに、めちゃめちゃタイミングずれてるんだけど、くさーって笑われるんでしょ。いやー、どうしよう、恥ずかしい。